最初、厚子は、日本の歌人、女官。幼少時より、短歌の才能に優れ、明治の紫式部と呼ばれた。後年は宮中に勤め、明治天皇と皇后の寵愛を受けた。また、夫の実家での生活や宮中での定常としての、振る舞いや、宮中に仕えるまでの波乱万丈な生涯でも、知られている。京都鴨川東西木織村出身。歌集に、お書きの下草。 おかきの下草周囲がある。京都の両家の武士である、林敦子国の長女として誕生した。幼少時より、心優しい上に、頭が良く、父の厚国から寵愛された。敦子が6歳の時、敦子国が死である、青年像の福田業界、歌人の八田智則や香川歌劇らを招き、歌会を開いた。業界が、余興のつもりで、敦子に、 そなたも歌を読んでみようと進めると、厚子は、臆すことなく、歌を読んだ。我が家の軒にかけたる蜘蛛の巣の糸まで見ゆる秋の夜の月、居合わせた一度は、六歳にして、歌の才能があると、一斉に称賛した。厚子国は厚子に才能を感じて、毎朝神仏に礼拝した後、幼い厚子の頭を撫でながら、女ながらも、なお残せと励ました。厚子国は、 死の福田業界に、厚子の訓導を願った。厚子は、業界の下で、四書五経、万葉集、源氏物語などを学んだ。また業界は、厚子の才能を伸ばすために、寺で催される歌会に、厚子を連れて行き、大田垣連月や高畑式部といった歌人たちに、厚子を紹介した。厚子の才能は、こうした、業界の訓導や歌人たちとの交流によって、 育まれていった。1835年のある日、あ子が近所の子供たちと遊びに出かけた後、子供たちと別れ、夜になっても帰宅しなかった。両親は狂ったように、あ子を探し回った。佐賀野にまで足を伸ばし、もしやと国造菩薩の祠らを覗くと、あ子が一人で鎮座していた。両親が安堵して、あ子を連れ戻そうとすると、あ子は、私は、 歌の名人になりたいのです。国蔵様に願いを立てれば叶うと聞きます。ここに一晩こもることをお許しくださいと言った。国蔵菩薩は知恵とが問の仏である。仕方なく両親は門前の茶屋に厚子を託し帰宅した。歌人の畜作友好がこの話を耳にして厚子に和歌屋が苦悶を教えることを申し出た。厚子は大変喜んで早速 ちくのもとへ通った。ちくは、香川歌劇の皇帝であり、香川の門下には先日の八田とも乗り、薩摩藩士の最初厚行らがいた。厚子は、ちく家の抱えで彼らと知り合い、才能を伸ばしていった。最初厚行は、松村慶文から絵を学んでおり、厚子は後に、最初厚行から絵を、八田から歌を習った。やがて厚子は、厚行と恋仲となり、 1844年、16歳年上の厚雪のもとに嫁いだ。厚子が厚雪の描く絵に感動し、こんな絵を描くことのできる人と結婚したいと言ったとも言われる。厚雪は、郷里の薩摩藩で結婚し、二人の娘を設けたが、諸事情で離婚し、薩摩の母に娘たちを託して上京しており、厚子は五歳であった。厚雪は、 男尊女卑の風習の中で育った身であり、厚子の才能を認めながらも、無理な小言を言い、暴力も振るった。遊郭への出入りも多かった。厚子は、理不尽な境遇に耐え、従順に仕えた。友人が心配して、厚子に問うと、夫が心を尽くして、教えるのに、私が学び得ないから、夫が生き通る、私が至らないから、夫が他に心を移す。 今は、夫が、不憫な奴と思い返してくれる日が来ることを祈っている。と言い、その優しさで友人を涙させた。やがて、厚子の祈りは通じ、厚つの素行は収まり、周囲が羨むほど仲睦まじい夫婦となった。1849年には、女児の徳子が生まれた。この時期の厚子は、夫の博学の影響によって文才が、さらに開花し、その芸術性が高まっていた。 特子の出産の喜びを歌った歌には、親としての細やかな情愛と喜びが読み込まれている。月のぼりや子の寝姿あどけなく豆なりかしと祈る、父母しかし厚幸は風邪をこじらせ、肺結核に侵された。厚子は、献身的に看護しつつ神仏にもすがったが、1852年4月29日、厚幸は四は44歳で死去した。厚子は、生涯の独身を誓い、 黒髪を切って、夫の棺に収め、歌を添えて、紅葉の名所である、東福寺に葬った。黒髪に浮き身をかぶるものならば、後の王までも遅れざらまし、夫に先立たれた厚子は、現世の儚さを、しみじみと感じて、孤独と不安から、夫の姿を、目の浮かべつつ、夫への思案を歌に読んでいた。諸共に起き出て西朝顔の間楽器は、今も変わらざりけりこの時厚子は身ごもっており、 同年秋の10月28日に長男を出産した。しかし、厚子が悲嘆で体を害していたこともあり、長男は約10日で創生した。厚子は亡き長男を夫の墓に葬り、歌を添えた。今はとて干すべき節に藤頃も重ねて、袖を絞りぬるかな子を思う道なかりせば、死での山行くも帰るも窓はざらましさらに同年11月には、徳子が放送を患った。 ア子は亡き夫への母上から衰弱が言えない身で必死に徳子を看護した。その甲斐あって徳子は12月には回復した。当時のア子の歌には以前と比べて変わってしまった身の上の嘆きが読まれている。敷体の枕に積もり込みを打に総和で春を迎えつるかな翌1853年にア子は厚雪の郷里の薩摩へ行きシュート目に仕えて 子供らを育てる決心をした。両家の武士の家に生まれ、厳格なしつけのもとに育った厚子は、姑に仕えるのは、妻として当然の務めと考えていた。実家の林家の両親はすでに死去していたが、親戚や友人たちは、薩摩は土地が偏僻であり、土地の者たちも頑固で、よそ者を受け入れないと、揃って反対した。厚子は、皆の助言に感謝しながらも、 同年四月、以下の歌を残して刑を絶った。こう思う道なかりせば、市での山行くも帰るも窓はざらまし娘の徳子が船を嫌ったため、旅は陸路を行き、四十日を要した。その道中、厚子は、気候の過分、心尽くしを綴った。道中で歌った歌には、知る人もいない旅の寂しさ、心細さが読まれている。仮金の面なる数は、 おけれど思うとも泣き猫かるれ、同百8 5 3年6月、厚子は徳子を連れて、薩摩に到着した。高市にある最初家では、姑と、イ子二人に加えて、最初厚行の弟一家も同居しており、十人を越す、大家族であった。目は、強女である厚子が薩摩へ下ってくることを不快に、思い、なんとか拒みたいと考えていた。 一方で、厚子は、長い道中、シュートメとママコたちのことを考え続けてきた。出迎えの最初家一道にあったア子は、考えのあまり、挨拶もなしに開口一番、私のママコたちは、どこにいますかと尋ねた。シュートメは、お藩はのように挨拶もできんものはいいもはん。戻りやんせと罵っした。ア子は、取り戻しのつかない失態を食い、自らのはしたなさを恥じてわびた。 シュート目は意地悪な性格で近隣の住民から鬼婆ばとあだなされていたが、厚子は素直に仕えた。シュート目は毎晩酒をたしなみ、その都度多くの水を飲むために深夜から早朝にかけて必ず便所に起きた。厚子はシュート目が起きる前にろうそくを灯し、障子際に立ち、シュート目の手を引いて便所へ案内し、被尺の水で手を清めた。 結発や食事の世話も行った。厚子自身が体調の優れない日もこれらを欠かすことはなかった。ある時目は自分の帯留めがないと言ってお前がしまったんだろうと厚子を責めた。厚子は目が自分でしまったのを知っていたが優しさからあえてそれを指摘せずその帯留めを持参して私がしまい忘れていましたと言った。厚子の定説ぶりには 近隣の人々が舌を巻くほどだったが、姑にはなかなか通じなかった。厚子は辛い時には人知れず涙を拭い、不屈の心にすがり、我が身の至らなさを帰り見て歌を詠んだ。朝夕の辛き勤めは、御仏の人になれよの恵みなりけりある時に姑は、あんたは歌ができるそうな。これに上をつけてごらんといて、 鬼婆ばなりと人は遊乱と呼んだ。これに対してあ子はふっつにも似たる心と知らずしてと返した。鬼婆ばなりと人は遊乱物にも似たる心と知らずして、さすがにしとめも自分を指してふっつに近いとまで呼んだ。この歌には心が折れて涙ぐんだ。以降、しとめはあ子を可愛がり、何事もあ子でなければならないようになった。また、あ子は 血のつながりがないにもかかわらず、ケイ二人を我が子同然に可愛がった。自分の服、髪飾り、日用品などをすべて、ママ子たちに分け与えた。姑が驚いて、お前さあもまだ若いから、晴れ気も入りもそ、徳子のためにも取っておいた方がよろしゅうがとたしなめたが、厚子は、夫と死に別れた私に、派手な着物はいりません。徳子も成長するまでには、色がせましょうと返した。 ア子は子供たちに勉強も教えた。土地柄、女に学問は不要との風習があったため、世間に漏れないよう、勉強の時間は夜間を選んだ。同時にしつけも行った。食べこぼしや食べ残しの飯粒は湯をかけて洗い流し、自ら食した。鼻水やゴミがついたもの、捨てられた野菜でも構うことはなかった。 自らの実践によりものの大切さを教えることが、厚子の心情であった。人々はこの行為に感嘆し、最初さんとこの嫁丼は、あちく如来の生まれ変わりかもしれんと噂した。約2年後には、厚子は、最初家に欠かせない嫁となった。厚子の有望さは、上下でも評判になり、和歌や文章を習いたいとの人々が、最初家を訪れた。薩摩の歌人である。 高崎将風も、その一人であった。高崎はかつて流刑された経験を持つため、その間の歳月を取り戻すように学問に励んでおり、厚子に、ここは歌集の講義や歌の添削を頼んだり、京都の事情を尋ね、厚子は知っている限りの文学の道を指導した。高崎が京都に登った際には、厚子は彼を羨み、男子でない自分の身を嘆く歌を詠んだ。 マスラオにあらぬ我が身の悲しきは、君方ィジにそうはぬなりけれ十人以上もの大家族である最初家は家計が苦しく、アツコは生計のために島津藩主の婦女子に修士や和歌を指導した。上中の腰元たちには、なぎなたの手ほどきもした。このことでアツコは、さらに評判を呼んだ。島津成明当時の薩摩藩主である島津成明は、アツコの斎徳を見込み、 無造の明るの森役を命じた。成明は、西郷隆盛を見出したように、身分に関かかわらず、人材を登用する人物であった。厚子はありがたがりながらも、藩内には、良い家柄の立派な女性が多かったため、控えめで慎み深い性格から、その任は重すぎますと慎んで辞退した。しかし再三にわたる成明の申し出の末、役を引き受けた。 1857年、厚子はなお、清と改め、明丸に仕えた。成明も、立派な盛役を得て、幸せと言って、厚子の務めぶりに満足していた。明丸の初節句には、厚子は、喜びの歌を読んだ霊なき5月待ち得てあやめ草、千代の根差しやなお深む乱しかし、翌1858年に、成明が死去し、翌1859年には、 諦キラも病死した。ア子は、神仏にすがったにもかかわらず、諦キラが死去したことをひどく悲しんで歌を詠み、その歌は、人々の涙を誘った。ネギかけしかみて不信の力もてこの君をだに、とどめ加熱や島津成りとイボテ島津久光の対立から、成り親子を毒殺と疑う騒動に、ア子もまた巻き込まれた。ア子は、諦キラの死の悲しみのあまり、 巡視を試みた。しかし、かつて、鬼婆場であった目から、杖とも柱とも頼むお前さーに死なれては、この場も生きては、老いも半と泣きつかれた。この目の思いや、自分が死んでは、最初家の生活が苦しくなること、成明の故障である、谷村正武の懇願などもあって、厚子は、純子を思いとどまった。厚子は、谷村宛の手紙に、当時の苦しい心中をしたため、 以下の歌を添えた。シュートメというしがらみなくば涙がはありて海を投げまし、ものを、シュートメは、自らの言葉通り、死去の時も、厚子の膝を枕とした。1863年、厚子は、薩摩藩士を継いだ、島津成明の異母帝、島津久光に取り立てられた。彼の幼女である定期が、この絵ただふさに嫁ぐ際に、その後見人として、 京都生まれで当地の習慣をわきまえている人物として、厚子が選ばれた。厚子はすでに目が死去したこともあって、老女として、千代瀬と改名し、定期の友として十年ぶりに慶に上った。娘の徳子が十三歳であることが厚子の気がかりであったが、定期もまだ十七歳であり、定期から遊び相手の小町に加えてほしいとの温情により、母子ともどの状況であった。慶では、 定期がまだ年少であったこと、田舎育ちであったことから、厚子は定期に、書道、和歌、源氏物語などの古典文学などを教えた。これにより、厚子の名声は高まり、公家の姫たちも教えを受けに集まった。その一人である女性が、後の明治天皇の皇后になることなど、厚子は知るよしもなかった。九年後に、この絵田だが死去した後、1873年6月、 定期に従って東京市工事町へ移住した。未亡人となった定期は高羅院と改名し、厚子を頼りにした。厚子も夫と死別した身を高羅院に重ねた。厚子が幼少時より抱いていた仏教への信仰心は、この頃は特に深くなり、父の死である福田業界について仏像の修行にも努めていた。厚子は定期と共に仏像や 和歌の研究などに心を入れ、余生を静かに送ることを決意していた。1875年、戦術の高崎将風により、宮中への出資を推薦された。身分の低い厚子のような人物が、宮中に出資することは、異例のことであったが、これにはかつて京で厚子に教えを受けた、明治皇后の強い希望もあった。また、ついたちも欠かさず、歌を読んでいた、明治天皇が、 宮中に歌の相手のできる女官がおらずに皇后が困っているとして歌のできる人物を探していたことや、八田智則が天皇の和歌を添削するお歌所長を務めており、高崎正風が八田に歌を学び、八田が厚子の幼少時からの歌の才能を高崎に語っていたなどのことが背景にあった。厚子は成明の時同様、再三にわたって辞退したが、 高崎の説得により出資することとなった。これには、高崎の説得との他に、かつて歌の指導をした人物が、現在の明治皇后だと知って受託したとの説もある。宮中の助官となった厚子は、風内氏の源氏名で、明治天皇と皇后の歌の配執詩など、文学に関する務めを司った。その傍ら、下級助官である女寿や、妙部の家文の指導も行った。 さらに、厚子は、退任のために、天皇と皇后をはじめ国民の安寧幸福を祈る、こと2時間、その後に、完全音菩薩不問品の乗車を日課としていた。そのために厚子は、多忙を極め、朝から夜までほぼ休みがないほどだった。6月23日には、武家生まれの女性で初となる、検証時に抜擢された。厚子の定常ぶりは、宮中でも変わることはなかった。 毎月1日、15日、28日の3日は必ず、水ごりを取り、火のものを断って、天皇と皇后の安泰を祈った。それだけに天皇と皇后は、厚子を厚く信頼し、寵愛した。厚子が、時折給仕をすると、ばあよ、この魚を分けて使わすから、お前の皿を持って参れと言って、食事を分け、厚子を感激させた。皇后は、 かつて教えを受けた厚子との再会を非常に喜んでいたが助官たちの前では自身の身分を心得その心中を決して表に表すことはなかった。皇后が家族女学校へ送った金合席の歌は後に文部省の歌として日本全国の子供に歌われこと歌としても親しまれたが実は厚子の作案だったとも言う。厚子は中勤のみならず 勉学も怠ることはなかった。宮中ではフランス語ができなくては不便とのことから、50歳過ぎにしてフランス語の勉強に励んだ。フランス語を覚えると、英語にも取り組み、そのどちらも会話に不自由しないほどの学力を身につけていた。そのような厚子に対し、他の助官たちからの風当たりは強かった。久下出身の助官たちに対し、厚子は武家出身の上に、高齢のためであった。 厚子の夫が薩摩藩士であり、薩摩の大久保利道らが土東京に移したことの逆恨みや風内氏の源氏名が皇后からの直々のものであることも女官たちの反感を呼んだ。しかし、厚子の忠義ぶりに他の女官たちも次第に感化され、内儀の風習も著しく改まるに至った。1888年、歌集お書きの下草を発行した。この頃は、 従前会、婦人消防会、明前会などの仏教団体にも加入しており、物品や金銭の寄付も老後の楽しみとしていた。晩年、厚子は病気で引きこもった。明治天皇は高崎将夫を通じて、老体のみ、毎日の出資は難儀であろうから、これからは随意に努めよと伝えた。しかし厚子は、両陛下のお顔を廃止たまるのが何よりの楽しみです。 それでは生きている甲斐がありませんと泣いたので、天皇はそれを聞き、今まで通りに努めよと返した。1899年には、厚子はさらに体調を崩した。天皇からは、体をいたわって長生きし、助官の師範として、励むようと、国家資金と共に、月のうちの何日かを自宅で静養する許しが出た。厚子はその言葉に甘えて、東京市牛込草戸原町の家で、 西洋に勤めた。この家での生活は質素で、庭に何種類ものカエデの木を植えることが、唯一の贅沢だった。カエデは亡き夫の厚雪が好んだ木であった。厚子はカエデに彩られた庭を眺めつつ、かつて夫と共に過ごした日々を忍んで、歌を詠んだ。だが、宿の小嶺の慣れて今日も、また花亡き庭に、花の散るらん、我が庭の小嶺は慣れて散る、カエデ花亡き庭に、 紅れい式染めぬ、宮内長の G である、ドイツ人の医師は、腸に使用ができ、すでに手遅れと診断していた。後に言うところの胃がんであった。医師はそれを、高崎正風に密かに伝えるのみで、厚子本人には真実を隠して、老齢による内臓の衰えとのみ伝えていた。しかし厚子は死期を悟っていたらしく、翌年の抱えを最後に隠居しようと考える一方で、 生涯で読んだ4万種の歌の中から、会心の歌を自選して一冊の歌集とすることを考えていた。青山霊園、最初ア子の墓1900年1月25日、ア子は最後の宮中への方向として、無理を押して、歌会心に出席した。大宮のめくみの炉に染みしより松は変わらぬ色となりけむ。ア子は、その後、2月1日まで成金した。 そのわずか後の同1900年2月3日、長女の徳子に見取られながら死去した。同日に、聖後位が増位された。明治皇后は、厚子の死去を嘆き、手元金を持って、青山霊園に墓碑を作らせた。厚子が最晩年に抱いていた歌集の夢は、ついに叶わずに終わったが、没後の1903年、生前に発行した歌集、お書きの下草の後編が、 特子により出版された。高崎正風は、薩摩の最初家に出入りしていた頃、厚子を、諦めに、鶴が舞い降りたような、眩しさであったと実戒した。八田智則は、災学といい、特効といい、何一つ申し分ないが、ただ一つ走行が硬いのがたまに、傷と、ザレ事した。また、厚子の切相ある態度について八田は、若きほどより、 今の年に至るまで世ばかりもあだなる名打たる、聞こえなく世に珍しき不得を備えられたるが上に、座エの木は、はた男はずかしきまでないありけると称えた。厚子の宮中の出資について、薩摩藩士の松方正義は、あんなに両陛下のご情愛が深いと、宝嫉妬を受けるものだが、厚子に限って、非難する者がいないと追慕した。伊藤博文が、 国内大臣の職に会った時には、宮中改良のために厚子と打ち合わせをしたところ、厚子は手際よく次々に問題を処理して、伊藤を驚かせた。伊藤は後に、あれほど偉い夫人には、初めて会ったと感嘆した。作家の平井明子によれば、平井の母は、幼少時に晩年の厚子と家が、隣同士であり、厚子は、宮中の女官の風習として、おしろいを厚く塗って、 常に素顔を隠していた。このことから、平井は厚子を、喜怒哀楽を決して外に出さず、尽くすだけの人生だったと語っている。日本近世史、近代史学者の原口泉は、最色顕美ならぬ、最徳見美、目に、紅葉の限りを尽くした戦前女性の鏡と表している。厚子が、明治の歌人として、明治期より名声を得ていた理由は、軍を抜く。 歌の才能ばかりでなく、その最督権微ぶり、及び、この池や宮中への出資により世よに知られることが多かったためとも見られている。戦術の高崎正風とは、後に親交を持ったが、厚子はその低層の硬さから、彼との交友の時も常に気を配った。例えば高崎が最初家を訪れる際、厚子は常にそばに女中を座らせていた。高崎が、 この女中も歌読みですかと尋ねたが、厚子は笑ったまま答えなかった。読み草を返す時も厚子は、高崎正風様を母上様、または同姉上様と書いた。これらはすべて、男女7歳にして、席を同じせずの時代において、男女が同席してあらぬ疑いをかけられないようにとの配慮であった。また厚子が宮中への出資を誇示した際は、高崎は、 このような対名を断るとは、何事か、そんなことなら、絶好すると言い,い、後に高崎は、手洗いことをして、気の毒だったと人に漏らしたとも言われる。下田歌子敦子と、同時期に宮中に出資していた歌人に、下田歌子がいた。当時の女官で、武家出身は、敦子と歌子だけであり、歌子も、同様に他の女官たちからのいじめを受けていたが、それに対忍ぶ敦子とは、 対照的に、うた子は、その若さも手伝って、相手に、真っ向から立ち向かい、騒ぎ立てた。宮中に上がったのは、あ子よりうた子の方が先だが、身分は、あ子の方が、うた子より上であり、うた子はあ子から、歌の指導を受けていた。うた子があ子に添削を受けた際、他の助官たちがあ子の悪口を言っていることを告げたが、あ子は、へえと笑って受け流すのみであった。 なおも歌子が悪口のことを言うと、厚子は聞こうとしなければ聞こえないものです。悪口を言う人の言葉を用いても何の役にも立ちませんと返し、歌子を感心させた。1884年に歌子の夫が病死した際には自らも若くして夫を亡くした厚子は悲しみを分かつため辛い体験を歌に込めて送った。昔みなし夢の浮き橋思いきや君が上にもかかるへ。 死とは歌子が退官後、留学帰りの知人の土産と言って、シンプルに興味を抱く女官たちに、ハインリヒハイネの死を紹介すると、アツコは新たな文学に出会ったことに感動し、歌子に熱く、礼を述べた。歌子は歌人として、アツコに密かに対抗心を抱いていたが、このアツコの素直な反応により、歌子のわだかまりは評価し、これまでの振る舞いをアツコへわびた。 歌子の弟の借金を厚子が肩代わりして、以来、二人の仲は急接近した。この時厚子は、亡き夫の実家を継いだおいにその使いを頼んでおり、おいの風貌が、小西号と呼ばれるほど、西郷隆盛に似ていたことから、西郷さんは、西南戦争で死なずに生き延びたという噂は、嘘ではなかったと言われる一幕もあった。歌子は、 欧米教育視察から帰国すると、ドイツで知ったハイネの死などを厚子に紹介し、厚子も新大使に目覚め、歌子から西洋文学を吸収していた。また先日の通り、厚子は幼少時に女流歌人の大田垣蓮月にも紹介されていた。蓮月は夫や子たちと死別して出家した身であることから、厚子が両親と夫と死別した後には、同じ境遇から母子、 または、姉妹のような工場を寄せ、贈答家を交わしていた。幼少時の死であった、福田業界は、1888年に死去する、間際に、厚子が見舞っており、厚子はこの歌を詠んだ。ハスハに結び替えたる白つを消えし者とも、思いけるかなこれに対して業界は、極楽は、枕辺近くにありながらなど夢にだも見られざるラムと、返したことから、その指定愛が伺われる。 また、厚子の歌は、生涯にわたって、魂の浄化と無欲を心がける人生を表す、ものが多く、これは、業界の影響と見られている。明治時代前期に、大歌書に属した歌人の中でも、最も性評が高かった歌人が、最初厚子である。敬遠派の中でも、随一の高手と呼ばれており、明治二十年代の花壇を席巻した、明治六花仙の一人にも数えられ、 人々の尊敬を集めた。晩年には、明治の紫式部とも呼ばれて、称えられた。没後には、厚子の和歌は書雑誌に掲載され、注釈付きで、女学校の修身の本や福徳本に採用され、不徳と文才を合わせ、更新の間とされた。生前に読んだ歌の数の4万首は、明治20年代に、宮内省の三宮義種が今まで読まれた歌の数は、 どのくらいかと尋ねた、西の厚子の返答による。しかし歌集などで残されている歌の数は実に二十分の一の約二千0種に過ぎず、しかも老境に入ってからのものが多い。このことから厚子は、できるだけ優れた歌を選んで、残そうとしていたことが伺われる。厚子の歌は女性らしく、優雅ですがすがしく、叙情的なものが多い。歌の大半が大英であることも特徴である。 一見すると、旧派和歌の伝統にあるように見えるが、リアルな情景の感覚に富んでおり、歌の中には、厚子の近代的な精神が現れている。ア子が、薩摩で姑の心を開いた歌、鬼婆はなりと、人は言う乱物にも似たる心と知らずしては、姑は自分を改心させた歌として生涯、人々に語り続けた。戦前には女学校の修身の教材にも用いられた。 もっともこのエピソードについては、出来すぎた感もあるとの意見もある。また、薩摩の古老たちの間では、これは厚子を妻女として称えるために、姑を鬼婆ばと仕立て上げて、面白おかしく伝えた話であり、姑こそが気の毒だとして、姑に同情する声も上がっている。厚子の歌は、数の多さも、去ることながら、読まれた対象も千差万別である。幕末時代に流行した。 歴史上の人物を読んだ歌、写真、新聞、彫刻書など、明治初期の世相や事物を読み込んだ歌などがあることも特徴的である。戦術のように、下田歌子を通じて、ハイネの死を知った後は、新たな感覚に挑もうと、日本国外を、綿の外、鉄道を、マガネジ、蒸気機関車を、虫毛車と読むなどの試みが見られる。以下は、お書きのたにある歌であり、 いずれも、鉄道の発展を新たな日本の発展にかけた歌で、ある。マガネ道開けゆく、世の試しにはこの車をぞ引くべかりける大きみのみよは、栄えて黒金を道に敷くまでなりにけるかなまたいかも、同じく、おかきの下草にある歌であり、伝統を天皇の光に例えて祝う歌と、亀という動きの鈍い生き物を通じて、真のある生き方を伝える歌である。いずれも、 和歌を持って、和歌の優美な姿を崩さず、それでいて、新時代への柔軟な姿勢が見られる。稲妻の影をとどめて10日にか降るもみよの光なり蹴り、動きなき母に住みて一万代の亀は不僕を、頼まざり蹴りこの他に、当時の流行であるオルゴールや金武計も歌われている。しかし長期にわたって読み慣れた三十一時の短歌では、会心と呼べる歌を作ることはできず、 心をいいられていたようであるまた、歌には、天才的なひらめきは見られず、どちらかといえば、個性に乏しい平穏な歌ばかりとする声や、平穏で穏やかながら、変化に乏しいことが欠点とする声もある。宮中での生活で歌人として成長する一方で、その環境が作家としての制約となり、歌が限界を超えることができなかったと見る向きもある。紫式部が、 紫式部日記において、宮廷のありさまを詳細に描写したり、同僚を辛辣に批判していることに対して、厚子は、そのようなものはほとんど書き残していない。作家、文芸評論家の子やテル子はその理由を、厚子の強い忠誠心が、外部に知られてはならない宮廷の内容を文字に記して、残すことを許さなかったためと見ている。後の歌人である、柳原博蓮によれば、 明治時代の宮廷は平安期そながらに有縁な世界だったとされていることから、厚子がその様子をわずかにでも残していればと惜しむ声もある。ありがとうございます。